はい、全国見つけてきて皆さんこんにちは、ということで今日はこちら、冷やしてポッキンポッキークリスタルソフティーパッパルーン、はい、ということで、グリコの音をこうね鳴らせると、これで口で「あ」の開け方でグリコっていう風にね、音が鳴るクリスタルポッキーでございます。クリスタルソルティー、よくわかんないんで冷やしてポッキンということで、冷凍庫にカンカンに冷やしました。オープンしたいと思います。全国のペリペリファンの皆さんこんにちは、ポッキーのお時間でございますあるかなと、あるかなって、そのものすごいなんていうペリピリあんのみたいな、ものすごい不安な言い方で言うだわりにない、やっぱりカットみたいな感じになったんやけど、多分ペリピリあると思います。ここ行ったらペリピリあるんじゃないかな。行きます、オープン。軽くね、軽くです。ポッキーやったら、あの斉藤和義歌だな、最後の一本はあなたと食べたいんだポッキー。はい、オープン。はい、もう見た目は一緒でしょ。あ、ちょっとね、塩気が、わかるかな、ちょっとこうね、塩気がついてるんですよ。これ完全にポッキーです。冷えたポッキー、冷たいもんね。あの冷凍庫で凍らしてました。言います、あ、い、え、あ、お、あ、あの音で、あの音でグー、グリコ、はい、かわいい感じにね、いくわけ、いくわよ入んねえよグリコよ、意味がわかんねえよこれね。わかる、わかる、みんなわかる、このいいノートでポキッと折るといい音が鳴るんです。聞いてくださいね、ね、これがいいノートで、グリコのグーはあーで出さないといけないです。あーね、あーで、おーで出すと、グリコのリコはおーですから、おー。じゃあこれつなげたグリコ聞いてください。それでは聞いてください、どうぞ。ありがとうございましたこれは凍らせた方が美味しいです、やっぱり、うん、まあソルティーな、ソルティーな感じがするかしないかはね、皆さんにお任せしましょう。ソルティ高評価、もう高評価押してください、もうコメント高評価くださいね、高評価パパパパって見たら押してください。ありがとうございます。目痛いよ、あのね、爪切ったらさ、全然話変わって、最後に一言、爪こうやって切ってたんよ。で、爪切る時ってこうやって見るやん、パチパチって、パチってやった爪が目に刺さってさ、こうやって痛っと思って、目に、うわ、目に爪飛んできたみたいな、ブーメランみたいな、ピュ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 って痛っ思って、で、なんかこうやって取りたいんやけど、こうやったら余計に爪やから痛い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 ってなんねん。こうなんかこう洗い流すような感じでだったんやけど、まだなんかこう、ハイトは多分取れたと思うんやけど、痛い、まだ痛い。爪切るときはあんまりこう見すぎないようにね、しましょうね。1300円の爪切りなんですけどね、結構な爪切り、いい高級爪切りって感じ、爪切りなんですけどね、飛んでくるときは飛んでくるというお話でございました。はい、ということで今日は爪切ったら目に刺さったと、爪が目に刺さるっていうお話でございました。はい、ゆうすけ的天気ではチャンネル登録、コメント、高評価、どん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 募集していますので、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス全て含めてゆうすけ的天気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。見つめてた。